はい、こんにちは、管理人のポコタです。今回は次の日シリーズの夕闇の並走電車というやつをやっていきたいと思います。以前にも2作ほどやらせていただいたんですけれども、どちらもですね、秀逸な出来であったので、今回のこの夕闇の並走電車の方も楽しみにしています。今回はちょっと長めになるのかな、20分ってなんか公式のところには書いてあったんですけども、まあ多分実況とか入れたら25から30ぐらいになるのかなと思っています。ではそろそろ始めていきましょう。スタートです。ご注意、ホラー表現が含まれますので、電車でのプレイおよび視聴はご注意ください。まあ電車で見ててね、一人でキャーなんて言ったらちょっと恥ずかしいのでご注意ください。でもそんな人いねえか。はい、いつも通りの説明ですね。操作説明、お下に赤文字で駅構内は心霊現象が発生しますのでご注意くださいとありますね。そういったウィットに富んだ冗談も楽しいところですね。本当に出てきたら怖いけど、そういうのはイベントであってもいいのかな。電車というか地下鉄を使ったテーマパークみたいなので、こういうのあったら面白いかもしれない。ちなみにポコタはパソコンでやっています。今回の主役は女子中学生、今通学途中なのかな、本を読んでる。これから何かあって左に向かうとか、そういうことで話が進んでいくんだろうけれども、自分が学生の頃とかもやっぱり本読んでたな。時間経つのが早いし。そろそろ着くのかな。次の駅で降りなくちゃ。改札に近いドアまで移動しよう。さて、それじゃあ早速左に進んでいくことにしようかな。あんまりね、電車動いてる時に歩くっていうのは危ないと思うんだけれども、これはゲームなんでね、普通にどんどん進んでいこうと思います。はい、メガネの女性、なんか後ろの、なんだろう、気になるな。100万人目撃者、女の人の割合が多いね。スマホ読んでたり本読んでたり女の人ばっかりだ。このシート全部もしかして女性っぽいね。あれ、後ろから走ってる電車、あそこに絶対何か出てくるんだよね。今はまだ1回目なんで普通に過ぎてるだけだと思うんだけど、女性しかいない。あ、小学生の女の子。最近はランドセルもいろんな色があるらしくて、なんか見てるとね、女の子の人気がなんだっけ、紫かなんかだっけ、なんかランキングあったよね。お、なんでいきなり何に気がついたというか、何見てんの。ここは男の人ばっかり？いや、あの人は女性。向こうは何だろう、急行なのかな。で、こっちが次の駅で止まろうとしてるから抜かれちゃったみたいな。あれ、こっち女性も座ってんな。出口は左側。なんだろう、この思わせぶりの男の人、怪しいな。
なんか次回以降この男の人がなんかしたりするのかもしれない。はい、到着。はい、お、降りるんかい。1日目は無事に終わりましたね。はい、暗転。次の日、2日目が始まります。じゃあ今回もまた左に向かって進んでいこうと思います。あれ、もう次の駅、本読むのに夢中になってたりしたらそういう時あるよね。いつの間にかもう時間が過ぎて次の駅になってるみたいな。今日も改札に近いドアまで行こう。たまに乗り過ごしたりっていうのもあるよね。俺も何度かあるんだけど、あの時は相当焦るよね。今回は女性ではなくてメガネをかけたおじさん。何かあるかな。特に何もなさそうならいいんだけど。目撃者も逮捕できな、なんだろうな。まあいいや。はい。で、同じように乗客がスマホいじってたり、下向いて寝てたりしますが、1日目より若干人が多いというか、まあ立ってる人がいるっていうぐらいなんだけど、あ、でもやっぱ多いのかな。セーラー服の女の子がいる。なんか窓の向こうにもセーラー服の女の子が見えるけど、なんかやっぱ後ろ姿だと似たような感じになるのかな。あ、これは高校生っぽいな。よく座席から窓の向こうを見ている女の子とか、まあ子供がいたりするね。大体隣にね、お母さんが座ったりしてるんだけど、あのうつむいてるのもお母さんなのかな。ん？あれ？あれ？窓の向こう。さっき窓の外を見てた女の子がいるよね。おお、まさかの。向こうを見てるのにこっち見てるみたいな。多分そうだよね。さっき窓の向こうを見てた女の子だよね。こうやってこのシリーズ徐々に怖いところが出てくるというか、それが楽しみでもありますね。はい。おいおいおい、このセーラー、もしかしてこのセーラー服の女の子ってさっきもいた女の子なのかな。体の向きがちょっと怪しい感じだけど、こんな角度で立ってる普通。笑ってるし。はい、次の日。もう3回目になるとね、結構霊たちが騒がしくなってくると思うので楽しみです。あれ、もう次の駅。何の本読んでるんだろう。今日も改札に近いドアまで行こう。さて進んでいきますかね。何気なく繰り返す日常の中に潜む恐怖。ん？なんか落とした？まあ気にしない。ああ、そうか。なんか違和感があると思ったら、マスクしてる人がいないんだね。今のね、日常だとマスクしている人がほとんどだけど。申し訳ありません。え？
もう目がなんか光ってるし、しかも窓の向こうにも同じ人がいる。いや、そんなに謝られても。すごいね、なんか生きてる間にすごいなんか会社で失敗して、いや立ち上がってもね、どうせなら土下座しろ。あ、体が傾いているセーラー服の女の子がいる。なんか窓の向こうの子供もちょっと気になるね。あ、見てるし。これは前回の女の子だよね。これうつむいて寝てるのってお母さんなのかな、それとも単純に、おーっと、背中にしがみついてる。あの女性と関連が、はーい、お姉さんでーす。遊んでほしいのかな。いや、この人も危ないし。目がもう普通じゃないもんね。お、消えた。いやー、騒がしいな。なんか音するし。はい。はい、出ます。降ります。駅員さんに行った方がいいよね。こんなに怪しい電車だと。なんかたくさんついてますって。はい。今日は出口付近には何もないのかな。はい、降ります。誰、いきなり。よく見るとちょっと面白い。次の日、さあ改めて左へと進んでいきたいと思います。ご乗車いただきありがとうございました。あ、間もなく到着しますので、お手回り品などを確かめ、次の駅で降りなくちゃ。出口までお進みください。改札に近いドアまで移動しよう。なんかもうあれじゃない、改札に近いドアのところに立っておけばいいんじゃない。あ、見てるし、もう最初から見てる。ないふりをしてるけど、見てるじゃん。やっぱり見てる。顔がくるんと向いちゃったね。あ、もうしがみついてるね。これはパパ？あなたのパパですか？返事はないね。当たり前か。返事してくれた。女の子だよね、これも。お、携帯をいじってるお兄さん。おお、覗いてる。あれ？向こうに見えるのはいつものうつむいてるお母さんっぽい人かな。あ、もう顔歪んでるし。あれ？ここにもいるじゃん、お母さん。同じ人が。ほらほらほら、一緒。一緒じゃない？デジャブじゃん。うおー、どういうこと？あなたもですか？むしろあなたもですかって感じだね。もう乗客向こういないし。おーい、おい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 。なんか子供の霊が多いな。しかもなんか変なの見えてるし。まさか、まさかの。この扉は開きません。そんなことある？え、いや見たことないよね。やっぱり女子中学生も困惑してるもんね。故障したのかな。いやいや、電車走らせないでしょ。向こうの車両から出よう。あら、あら、でも左じゃないの、降りるの。まあいいや、左も開かないようになってるのかな。
目がやばい、まあ、顔もやばいけど目がやばい。ああ優先席ね、優先席っぽい感じだよね。おじいちゃんおばあちゃんでご年配の方が座ってる感じで、まあちょっと目がいっちゃってるけど入っちゃってる。で向こうの窓から見えるところの人たちもおいどういうことなんだろうね。向こうで走ってる電車って何なんだろう、何か意味があるのかな。うん、あ新聞読んでるおじさんいるね。あれ立ってる時おいその見方がちょっとやばい、コミカルな首曲がっちゃった。おー、なんか苦しんでるのかな、笑わかせようとしてるのしか思えないんだけど。はい、子供ついてます、子供ついてますよ。なんだ、よほどこの電車を、あれなんだろう、向こうなんか見たようなことがある影が、自分じゃね、この女子中学生だよね見た感じ。うん、どういうこと、ね、そこの子供教えて、一体向こうの私は何、いなくなったし、こっちのドアも開きません、故障しすぎでしょ。なんだなんだ、不穏な雰囲気ですね。何事もなかったかのように進んでいきますが、あれでも今普通に俺もあれって思ったら、あれっていうテキストが出てきちゃった。いつもの風景じゃない、まさにその通り、なんかちょっと違う、いつの間にか乗り過ごしちゃったのかな。え、ちゃんと歩いてる時に次の駅で降りなくちゃ。いや本読んでた時ならともかく、降りようとして移動してるのに乗り過ごすなんてないよね普通。どういうことなんだろう。本日もご乗車、うん、ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。お出口は左側です。はいはい、降ります。どこの駅だかわからないけど降ります。向こうにたくさんいます。すっげえ乗るの待ってる、赤くなっちゃったし。うん、これは一体何が起こってるんだろう。継ぐの日、もう外が赤いもんね。ご乗車いただきありがとうございました。まもなく到着します。次の駅で降りなくちゃ。改札に近いドアまで移動しよう。お進みください。いやもう降りたくないぐらい真っ赤かだけど、一体どこの世界。おお、もう早速覗かれてる。この扉は開きません。その変化には気づかないのかな。全然普通に透けてる人がいる。あら、何窓の向こう、おうおう、なんか定期的に人が、おう、いやもうそっちで、何大丈夫、目ん玉あたり打ってたけど、もう全然存在が消えそうな人ばっかりなんだけど、もう降りれるところないじゃん、まあ、セーラー服の女の子も透けちゃってるし、
ていうか窓の向こうの子供こっち入ってきた方がいいんじゃない？危ないよ。うわ、壊れまくってる。いやもうかくれんぼしてる気分だよね。おお、やっぱこのこれは親子っぽいのかな、なんだろう。あ、もうなんか寝ちゃってる子いるし、寝ちゃっている子っていうか寝ちゃってる人。おお、いや大丈夫、痛くて落ちちゃった。ああ歩いてる人もいる。田舎へ、なんかポスターに田舎へ来いみたいなのなかった？命令系？ああ優先席の方々もみんな、うん、どういうこと？なんかいいな、この世に。そんなに見なくても。誰か一人ぐらい話しかけてくれてもいいのに。おお。今回も出れそうにないので、そのまま歩いていくっていうパターンなのかな。次の車両に。なんか首が浮いてる？なんかでかくなってきてる気がする。あ、嫌だな。おー、すごい顔。あ、流れちゃった。あ、いつもいる小学生の女の子。開きませんだけど、ちょっと開いてるもんね。あれ、同じニコイチみたいな感じでいるけど。おーっと、危ない危ない。急停止急停止。車内の立て付けが大変悪くなっております。うん、気をつけてお進みください。いや、気をつけます。とりあえず気をつけます。立て付けが悪くなってるどころの話ではないけれど、危ないよね、あの窓ガラスとかね。はい、いえいえいえ、どうったことないです。だからもう女子中学生を通り越してこっちにぶつかってきてるよね。そして今気づいたけど、あら、手すりが手になってる。なんか某ドラゴンなんちゃらのなんかあのモンスターみたいな。めちゃくちゃ大量に。おお、まさかの胴体は、胴体とか足は落ちてこないのかな。もしかして降りる？降りていいの？え？ん？どういうこと？なになに？あれって？なるほど。どうして私が向こうにいるの？なんだろう、あの世に行く電車と、なんだろう、こっち側の電車とみたいなのか。私は何の電車に乗ってるの？ほんとそれ、何の電車なんだろう。霊が乗る電車？いやでも自分いるもんね。なんだろう、それとも何かに体を乗っ取られたとか。この電車はどこに向かっているの？
お出口右側です。あ、右側になった。右側です。右側。ああ、落ちちゃった。人生の岐路に立っちゃったというか、なんだろうね。結局あの子はどうなったんだろう。はい、今回はここで終わりのようですね。うん、やっぱり前回前々回に比べてちょっとストーリーが長くなっていて、うん、でもその分楽しめたっていう感じがしますね。一体これはどういうことだったんだろう。電車が2台並走していて、片方が全部霊っていうわけでもなかったし、ちょっとわかんないな。考えれば考えるほど頭がこんがらってきます。こんがらがってきます。うん、このシリーズ他にもまだまだあるみたいなんで、なんかいろいろまだまだ楽しめそうな予感がしています。新作とかも出るみたいなんでね、そっちもいずれはしたいなぁなんて思ってるんですけど、はい、とりあえずは過去作を一つ一つこなして、ちょっと予習じゃないけれどやっていきたいですね。電車に乗るのがなんかちょっと怖くなってくるような、そんな内容ではありましたね。まあとはいっても仕事に行くのにどうしてもね、まあ遊びに行くのもそうだけど、電車中心なんで乗りますけどね。まあ、朝の始発とか結構乗ることはあるんですけど、もう始発から結構人乗ってますからね。まあそんな中のもしかしたらね、何人かは実は実体のない人たちなのかもしれない。そう思うとちょっとね、ワクワクしちゃいますね。うん、まあそんなわけはないんですけど。あ、向こうの女の子は自分だ。もう向こうに乗っちゃってるから、私どうして向こうにいるのなんて思いながら、私の体返してみたいな感じなのかな。ね、こっちの自分と向こうの自分がどう違うのかまだわからないけど、ね、もうこれで終わりということで、はい、大変楽しい、面白い、そしてちょっと怖いストーリーでした。アイムシアンさん、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ポコタでした。